はい、今回はですね、このハリボテをですね、壁に固定する際の、取り付け方について説明します。はい、まず1点目はですね、今回は私1人しかいないので、ハリボテの固定を、1人でやっていきますけども、2人いれば必ず2人でやってください。はい、誰か1人が押さえる、それで、もう1人が電動工具を使って止めていく、はい、これがベストです。はい、今回はね、私1人しかいないので、もうちょっとどうしようもないので、すいません、1人でやらさせていただくんですが、はい、で今からですね、ビスで固定していきます。はい、ビスは、まあ、市販の、うちのね、ハリボテに関して言うと、ビスは、付属していませんので、まあ、木ネジを市販のもの、これコーススレッドの市販のやつを使ってます。こんな感じで止めていきます。はい、でこんな感じで止まりましたね。はい、で、ビス穴が一応開いてますんで、はい、そのビス穴に入れていくようにしてください。で、まあ、たまにこうこの爪付きナットがね、その場所に来てしまって、まあ、その設置ができないという場合があるかもしれないんですけども、まあ、それ以外はですね、なるべくこうビス穴、ちょっと多めに開けてあるんですけども、私の方ではちょっと多めには開けてあるんですけども、まあ、なるべくビス穴は全部使うようにしていただきたいと、思います。はい、でビスの長さに関してはちょっとこれ短いんですよね。多分30、40ミリぐらいかな、うん、それぐらいなんですけど、まあもうちょっと長くてもいいかもしれないですね。55ミリとかはい、それぐらいでもいいかもしれないですね。はい、ちょっと なるべく長めのものをお使いいただいて、はい、安全に気をつけてね、使ってください。まあ、あと万が一ね、こうぐらつくようなことがあったりとか、ちょっと異音ですね、ギシギシ音がするとか、なんかそういうのがあったらね、なんかビスが抜けかけてるとか、なんかいろんな異常があった場合にそういう音がしたりとかしますので、はい、そういうのに十分注意して、はい、安全に気をつけて設置をお願いします。